パテントインテグレーション。ユーザー登録方法。パテントインテグレーションを利用するためにはユーザー登録が必要です。ログイン画面。まずパテントインテグレーションのログイン画面を開きます。次に赤色のアカウントを作成ボタンをクリックします。ライセンス規約の確認。利用規約を確認して同意ラジオボタンをクリックし選択。次へ進んでください。ユーザー ID、 メールアドレスの入力。ご希望のユーザー ID およびメールを受信可能なメールアドレスを入力し、登録ボタンをクリックしてください。なお、ユーザー ID およびメールは以下の条件を満たしている必要があります。メールアドレスの認証。メールアドレスへパスワードが記載された認証メールが届きます。リンクをクリックし、メールアドレスを認証してください。以上の手続きでユーザー登録作業は完了します。登録ユーザー ID と認証メールに記載された初期パスワードでサービスにログインすることができます。パスワードの変更方法。パスワードを以下の手順で変更することができます。セキュリティ上、パスワードは定期的に変更することをお勧めします。パテントインテグレーションにログインします。右上のメニューからパスワードの変更を選択します。登録メールアドレス、パスワードおよび新パスワードを入力し、パスワードの変更をクリックします。以上の手順でパスワード変更が完了します。